お二人来ていただきましたので、じゃあまず自己紹介からお願いしていいですか。京都立花高等学校吹奏楽部部長の竹内美咲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドラムメジャーの木花桃香です。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、ちょっとインタビューしてみたいと思うんですけれども、まず京都立花高等学校なんですが、京都のどの辺にあるんですか。何市とか。伏見区のあたりにあります。京都市伏見区のあたりにあるんですね。はい。ちなみに全校生徒さんってどれくらいいらっしゃるか分かりますか。あ、ちょっと分かんないですじゃあ大丈夫です。じゃあですね、今度吹奏楽部についてちょっとお聞きしたいんですけれども、吹奏楽部の皆さんはちなみに部員数どのくらいいらっしゃるんですかね。部員数は3学年みんなで90人います。3学年で90名、はい、すごいですね。まとめるの大変じゃないですかちょっと笑ってごまかされちゃいましたね大変なんでしょうね。部長さん大変だと思います。ではですね、この今日の橘高校の吹奏楽部の、活動内容ですね、例えばコンクールでこんな賞を受賞したよとかあればちょっと教えていただきたいんですけれども、今年度は夏につい最近なんですけど、京都府吹奏楽コンクールがあって、そこでは金賞を受賞させていただくことができました。金賞すごい、おめでとうございます。すごいです。他にもあります。あとは、8月の頭に今年は東京総文という、東京である、はい、文化祭の全国バージョンみたいなもので、はいはい、パレードとマーチングのステージを披露させていただきました。あ、そうなんですね。東京でも演奏されてるんですね。すごいですね。さあ、ではですね、これから、演奏を披露していただくんですけれども、これから演奏を披露していただくんですけれども、今日の演奏の見どころとか聞きどころがありましたら教えていただけますか。いろいろな雰囲気の曲とかを揃えているので、はい、楽しいっていうばかりではなくて、ちょっとおっとりしたような曲だったりとか、いろんな顔が見れると思います。わかりました、ありがとうございます。ではですね、今日お客様たくさんいらっしゃってます。お客様に一言お願いしていいですか。今日はお越しくださってありがとうございます。私たちもこのハウステンボスで演奏できるのをすごく楽しみにしてきたので、こんな綺麗な景色の中で頑張って演奏するので